その現地に行かない分学べることってあるのかなって正直不安だったんですけど、たくさんの方が協力していただいて、現地に行くよりもっと深く学べたんじゃないのかなって思います。食マネージメントの皆さんの応援から新しい食のイノベーションが生まれるということを楽しみにしてますので、平たい部分にトマトソースでもピコロロールプレイ、ジェラートそのものを作る文化についてですね、技術についてより深く学ぶことができる、食全体に対する理解ですかというのに少しでも役に立ってくれたらいいなって終わってみて思います。シェフたちの料理を食べて、食べるっていう行為だけではなくて、そこから何か考えていく、深掘りしていくっていうのが今回学んだことかなと思います。ソース作ったことで、なんか伝統的な手法を実際に教えてもらいながら作れたのが面白かったです。コーヒー作ってる人からそれを売ってる人までっていう感じで、世界を駆け巡っていきましょうと思います。カラーとブラウン色のエスプレッソが抽出されているのが見えるでしょうか。僕らだったら修行時代っていうのはなかなかこう他の厨房の様子というのは見えなかったわけですけど、今だと多分動画からリアルタイムで分かりますよね。リアルというところに実際行ってみてみたいなとかなってくるのといいなと思います。アカデミックテーブルは日本で初めてだったので、すごい料理人の方に来ていただいて、本物の美味しさを知ったことで、五感で食を感じる面白さに気づきを得ました。このようなリモートを使うことによって、現地に行くわけじゃないんだけれども、非常に生々しいものを結構簡単に教室の中に持ち込むことができるということなので、まあ言ってみれば新しいリアリティなのかなって思うんですね。パスタを作ったのは簡単だと思ってたことが、こんなにも時間をかけて丁寧に作られて、丁寧に作られたこそ当たり前に美味しく食べれることができる、そこを感じました。食にとっては空間、直接人と人が会って生まれる味とか香りとかがあるというふうには感じています。素材に向き合うという意味においては、一人一人でもできることでもあるので、今しかできない体験が逆にできるんじゃないかなと思います。なんで郷土料理が残ってるかっていうところは、やっぱ美味しいからかなと思います。やっぱりね、食べるだけじゃなくて、その食べた後どうなるか、食べるものがどこから来るのか、何を食べてるのか、いろいろと食に対して興味を持つっていうのは大事かなとは思うので、興味を薄れずに勉強してほしいなと思いますね。やっぱり食文化っていうだけじゃなくって、さまざまなやっぱり角度から見ていくことが大事だなって思ったので、食マネジメント学部らしく学んでいきたいなって思います。食って生き物というか、人間だけじゃなくて動物もね、全部のベースが食なわけですよ。だからなくてはならない。でその意識っていうのが感じられないので、それも若いうちから感じることによっていろんな可能性が生まれるので、ぜひ開花するとこまでトライしてほしい。調理場に入った
360度食を勉強しようという話になってますので、ね、いろんなものを引っ張ってこれるという方法を使いながら広い視野を持っていただこうというのがやはり今回のテーマでもあったわけです。いろんなことをインプットさせていただいたんですけれども、この中で一個でも気に入って人生かけられるようなものがあったら、それは成功なんです。今までの学問とは違うかなという気がしますね。